ですね、まあ、そのルーティンとして癖づけてもらうことでフェイスラインがスッキリして小顔効果を作ることができます。はい、小顔師のヒロです。今回の動画はむくみ解消、毎朝3分でできる最高の小顔マッサージ、これでむくみから卒業できる方法をあなたにお伝えしていきます。はい、皆さん正月ね、どう過ごされましたか？で、僕はですね、弾丸でね、北海道の方に家族旅行に行ったんですね。北海道行ったら食べないとダメですよね。で、ラーメンとか普段は食べない時間に食べすぎて、案の定もう全身太っちゃいました。ありがたいことにこうね、この時期なんで体の方は隠せるんですけども、やっぱり顔っていうのは出ちゃいますよね。まあそんな中で今回ですね、もう朝ルーティンとしてぜひやってほしい小顔マッサージなんですね。でやはり寝てる間っていうのがどうしても顔をむくんでしまうので、朝起きてまあ顔洗ったりとか、むくみすっきりする方もいますけども、なかなか朝忙しくてできない方なんかはメイクでごまかしたりとかっていうこともありますけども、もう本当にたった3分でむくみ解消できますから、今回の方法ですね、もう朝のルーティンとして癖づけてもらうことで、最近ピシッとね、スッキリとした小顔でメイクをできて、で朝もね、出勤とか学校登校できると思うので、ぜひ一緒にやっていきましょう。じゃあ早速やっていきます。はい、では今回のね、ミッションはもう3つだけです。これ両方ね、いっぺんにできちゃうんですけども、分かりやすいように半眼ずついきます。ではまずですね、ちょっとお顔の今のね、むくみ確認してみてください。僕はもう両方パンパンに今いい感じでむくんでるんですけども、じゃあ右側からまずやっていきます。でまずミッション1はですね、お顔のむくみを取るんですね。でこれむくみを取るといったら、まあ、いろんなこう顔のマッサージとかありますけども、今回のね発想としては、むくみをね流すというよりはむくみを流れやすい環境づくりですね。でお顔の中で、まあ、代表的な大きなリンパっていうのがちょっと顎の後ろ、この耳の後ろの耳下腺リンパってところなんですけども、ここが顔の中で一番大きなリンパ節です。でどうしても食いしばったりとか、こう普段のこう姿勢でこの耳周りとか顎周りが緊張するんですね。やっぱりあと食いしばりとかなんかも大きく関係してくるし、あとは普段ですね、まっすぐ立ってても頭の重みがどうしても首にかかっちゃいますから、高座の姿勢で首の付け根とかこの辺りですね、結構張ってくるんですね。ですのでここをまずは緩めて、流すんではなくて流れやすい環境を作っていきます。で今回はピースを使って全てやっていきます。耳たぶの前後ですね、こう軽く挟みます。軽く挟んで上に向かってキュッキュッキュッとこう押し上げていきます。でそんなにね強い力はいらないです。本当に優しい力で十分なのでやっていきましょう。じゃあこれで60秒やっていきますので、軽く耳の前と後ろを挟んでいきますね。では用意スタート。もう優しくねやっていきます。まあね、できれば鏡とか見ながらやってもらうと、もうねすぐにこう顔のスッキリ感が見えてくると思うので、鏡を見ながらあんまりね欲張らずに、でまあ実際ね、これ60秒やっていくんですけども、もう実質ね10秒とか20秒でもかなりスッキリしてきます。ただししっかりと流れやすい環境を作るためには1分60秒ですね、しっかりやっていきましょう。あ、もう見るからにも変わってきましたね。で感覚のいい方だったら、もうやってる側のね顔面が全体にこう軽くなってくる感じなんかも分かるし、あとはリンパと一緒に血流なんかも良くなりますので、顔がね結構ポカポカあったかくなってきます。いい感じですね。これでむくみ取るだけで、ぽっちゃりとしたねパンパンの顔もスッキリさせることができます。はい、これで60秒ですね。さあこれでまずもう触ってもらうとかなり厚みがねスッキリしました。ではそして次、このミッション2つ目ですね。今度もまた顔をスッキリさせていくんですけども、耳の上のこの側頭部ですね、ここっていうのがちょうど顎の筋肉、側頭筋っていう筋肉があります。こめかみなどに手を当ててですね、カチカチ噛んでもらうと筋肉動くの分かると思うんですけど、これね食いしばるときに使う筋肉なんですね。でここが普段の無意識の食いしばりなんかで凝り固まってくると、まあ、重くなって当然フェイスラインが崩れます。これも顔が大きく見えてしまう原因になってくるので、顔をスッキリさせるためには今のリンパの流れを良くした後にさらにここを軽くすることでフェイスラインがスッキリして小顔効果を作ることができます。さあ今回もですねピースを使っていくんですけども、耳のトップの上あたりですね、それをこの自分のピースで髪の毛の中に手をグッとこう入れてですね、頭皮をこうピースでこう挟みます。ピースで挟んで頭皮をこうちょっとつまむ感じですね。そんな強くなくて OK です。軽くつまんで、お皮膚を軽くつまむ程度でやっていきます。でこれはですね、つまんだ後にまたこう上下に今度は動かしながらこの側頭筋を緩めていきます。じゃあこれも60秒やっていきます。
ますね。で、よーい、スタート。こんな感じで、まあ、個人差ってですね、頭皮がもう普段からカチカチの人もいれば、逆にこうブヨブヨしてる方もいらっしゃると思うんですけども、もうイメージ的にはそんなにね、分厚い筋肉じゃないので、もう頭皮をこう上下に動かしているような、そんなイメージでやっていきましょう。で、最初よりもちょっと動きがねついてきたなと思ったら、ちょっと場所を上下とか左右前後とかに移動させながら、できるだけこう上下にですね、大きく頭皮の遊びを作るように動かしていきましょう。もう鏡見ながらやってもらうと、もう明らかね、顔の方の顔面が削れてくるぐらいすっきりしてきますね。まあ、これでね、やはりこう正月太りとかをまあ解消することもできるし、できたら本当にですね、朝洗面台で洗顔して歯磨きして、この朝のルーティン、小顔マッサージをしてからメイクとかねしてもらうと、朝からいい顔が作れます。はい、ではこれで60秒ですね。さあ、ここまで来るとだいぶ顔軽くなってきましたね。そして最後3つ目、ミッション3つ目ですね。これもまたピース使います。で、今度はですね、フェイスラインのこの顎の筋肉、ここはね、また食いしばりによって筋肉が一番固まりやすいところなんですね。で、そこをまたピースで挟んで緩めていきます。で、場所はですね、この頬骨からエラの可動骨に向かってこう縦に走っている筋肉ですので、一旦そこに手を当ててグッと食いしばります。そうすると筋肉がモリッとするところがありますから、その筋肉をピースでまた挟みます。で、これも軽く挟んだ状態で上下に揺らしていきます。では、これも60秒いきますね。で、いきます、よーい、スタート。で、できればこの時に歯と歯が当たってると、食いしばってなくても当たってるだけでね、筋肉緊張しますから、まあ、歯の隙間をね少し開けてるのがポイントですね。で、もしこう挟んでるとこが、あ、だんだんこうなんか緩んできたなとか、柔らかくなってきたなとか、細くなってくる感じがあれば、ちょっと場所を上下で移動させて、また新たにここを緩めていきましょう。普段からもうね、下向いてるだけでこうスマホ見てる時とか、こう日常生活で目線がまっすぐよりもこう下がっていることが、ね、どうしても多くなってくると思うので、それで食いしばってる意識なくても当たってるだけで緊張しますから、こういうのもね、普段からやってもらうとお顔をスッキリさせることがキープできます。はい、これで60秒ですね。さあ、これで反対とね、見比べてみてください。まあ、通常はね、両方いっぺんできるんですけども、あえてこれ半眼やって、半眼がどんだけこうむくんでたかとかっていうのを見てもらうと、より効果がかかりますので、なんか全然ちゃいますね。こうゾッとするぐらいスッキリしてます。普段は朝忙しいので片側っていうよりは、両方いっぺんにやってもらうことでね、さっとこうねできちゃいますので、まあ、できれば朝晩とかねやってもらうことでいい状態が作れて、むくみ癖っていうのをね解消していくことでスッキリした顔が手に入りますので、ぜひ毎朝ねこれやってみてください。はい、では今回のね動画をもう一回一からねおさらいしていきますね。今回のねミッションはね3つですね。もう朝ルーティンということで、もう必ず朝にやってほしい小顔マッサージです。まあ、歯磨きしてちょっとこう洗顔した後、たった3分やってもらうだけですから、ぜひねおさらいでやっていきましょう。で、まず1つ目はですね、耳の後ろの顔の中で一番大きな耳下腺リンパっていうところを緩めていくんですね。顎関節、顎の関節の付近ですので、普段から食いしばったりすることで、ここのね関節まで緊張して、その緊張した筋肉の影響で血流とかリンパの流れ悪くなっちゃいますから、そこを緩めていきます。で、今回はピースを使っていくんですけども、耳たぶの前と後ろをピースで軽く挟んでください。軽く挟んで上に上に軽くこう持ち上げる感じで、軽くねマッサージで緩めていきます。こうすることでリンパを流すというよりは、流れが悪くなったとこが勝手に流れが良くなるんですね。ではこれで60秒やっていきましょう。で、これね、すっごいむくみがね気になる方っていうのは、どうしてもちょっとでも良くしようと思って、ついつい力が入りすぎたりとか、欲張ってね強くやった方がとか、ちょっと痛気持ちいい方がいいんじゃないかってね、やりすぎてしまう方も多いんですけども、これ強くしたからといって良くなるわけじゃないんですね。やはり緩めるってことが大事なので、自分だったとしても力入れるとね、ちょっとやっぱ筋肉緊張しますから、本当に優しい力でこう上下にキュッキュッキュッとこう持ち上げる感じで動かしていきます。これだけでね、かなりもう、緩んでくると、もう流れるというのは、ね、流れる環境できちゃいますから、もう見る見るうちに、むくみがスッキリしていきます。
これがまずポイントですね。さあ、そしたら次ミッション2つ目で、今度はさらにこうフェイスラインですね。朝のルーティンで小顔を作っていくためにはやはりフェイスラインをスッキリさせることが大事なんですけども、その中で重要なのがこの側頭筋という筋肉ですね。その普段あの無意識に緊張するこの顎の筋肉を緩めていきます。で、ここもまたピースを使っていくんですけど、ちょうど耳のトップの上あたりの髪の毛の中にグイッと入れて、頭皮をこのピースでキュッとこうつまんで挟みます。で、そしてつまんだ状態で上下に筋肉、頭皮を緩めていきます。これもまた同じく60秒やっていきますね。こう頭カチカチに硬い人でもこれやるとね、やっぱすぐ緩んでくるんですね。で、最初に触った時よりも少し緩んだなっていう感じが分かれば、ちょっと場所を上下とか左右に動かして、もう硬いとこがなくなるようにこまめに、ね、移動させながらちょっとやっていきましょう。これも最初言った通り、これも力じゃないので、やはりこう優しい力でまんべんなくやってあげることが大事なので、あんまり欲張らずにちょっとでも効果出そうと思ったらね、無意識にやっぱ力入っちゃうんですよね。欲張らずにやっていきましょう。これでさらにまたスッキリしました。そして最後ミッション3つ目ですね。今度は最後このエラの筋肉ですね、顎の筋肉で、まずはほっぺに手を当ててですね、一回食いしばってみてください。そしてこの頬骨からエラの角っこに縦についてる筋肉がキュッと硬くなると思うので、これが後筋という筋肉ですね。それをピースで挟んで、で同じくまた上下に揺らしていきます。あんまりね、優しく挟みすぎるとこの皮膚だけになっちゃいますから、この皮膚の奥にあるグッと硬くなる筋肉を意識してつまんでください。で、これも60秒ですね。先ほどの側頭筋同様に、最初につまんだ場所が柔らかくなったなっていう感じがあれば、場所をどんどんね上下に移動させていきましょう。自分一人でやるときってどうしてもね喋らないので、無意識に歯と歯が当たってしまうことで緊張するので、できたら、まあ歯と歯の隙間を空けて少しリラックスした状態でやっていきましょう。で、もう一個ポイントとしては、下向いてやるとね、どうしても頭の重みが顎にかかってくるので、ちょっと目線をね斜め上に向けて少し上向いた状態でやると、顎の関節自体もね、緊張緩んでやりやすくなりますので、少し目線を上げてやるのがやりやすいですね。さあ、これで見てもらうとだいぶスッキリしましたね。正月太りがね、これなかったこともできるんじゃないかっていうぐらいスッキリしますので、ただむくみっていうのは呼吸してるとまた溜まってきます。なので、むくみを完全に取り切るってことはできないんですね。だから、むくみを取り続けることも大事なんですけども、流れやすい環境作りをしておくことで、むくみにくい、むくみが目立ちにくい状態を手に入れることができますので、毎朝やることで、このいい癖がついて、今まではむくみやすかった体質のお顔が、むくみが溜まりにくいっていう状態がね、手に入ってきますので、ぜひこれずっと続けてね、朝のルーティンとしてやってもらうと、そういえば最近ちょっとむくみがあんまり目立たなくなったなっていうのが実感できると思うので、ぜひお試しください。はい、では今回のね、動画を見ていいなと思った方は、高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。また公式 LINE の方もね、概要欄から登録できますので、またお得な情報をどんどん発信しますので、そちらの登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でね、お会いしましょう。小川慎でした。